カキンゲームズ。ヒカクラ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チックタック、チックタック、チックタック。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう、こう、だ。にょヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。さあ、ヒカクラ2パート74の今回はついにービーコン作り、ベーコンじゃないよでございます。知ってます、ビーコンって。そう、あのウィザーを倒したウィザースター、ネザースター、ネザースターってアイテムを使って作れる、なんかね、天空までなんかライトが光るみたいなアイテムなんですけど、それをね、しっかりとした条件で設置すると、なんかね、指定されたなんかエリアで、ジャンプ力上がったり、移動速度上がったり、アイテム掘る速度上がったりするんですよ。で、今日はね、もうこれ何年ぶりだろう ?4、5年ぶりぐらいなのかなに作りたいと思います。いや、楽しみー。で、さっきちょっとね、調べたんだけど、黒曜石1個足りないんで、まず、黒曜石取りに行かないと、まずビーコンが作れないと。まずだから、黒曜石を取りに、地下に行きましょう。便利になっちゃったからね。家の地下でね、マグマ取れるから。よし、行きましょう。いや、ビーコン超楽しみ。で、ビーコンどこに設置するかとかも考えなきゃいけないんですよね。これ大丈夫かな?あ、大丈夫だな。あ、危ねえ。危ねえよ。いや、こんなに広いからさ、中心らへんがいいんだけど、まあでも下手したらこの一番下とかでもいいかもしんないね。これもう家のらへんまでスポーンって、これ昔開けた穴がここいいかもな。この一番下覚えとこう。座標67の10か。 OKOKOK、 ここでもいいかもしれん。あー、危ねえ。ライムちゃん、ライムちゃん、ぴょんぴょんぴょん、わー。この調子でスライム倒せば、スライムブロック64個ぐらいになるかもしれないな、近いうちに。全部手動で倒すっていうね。すごい生まれるようになったんだよな、昔より。さあ、黒曜石だけ取って、ほらー、便利じゃねえ、これ。便利だねえ。家に、確か黒曜石ね、2個、あ、で今2個持ってんのか。黒曜石3個使うんすよ、ビーコンって。あー、ポンタンだね、君。なんだ?あ、もう攻撃してこないわな。じゃあいいわ。だいぶ怖い、だいぶ怖い。マグマダイブが怖いです。よし。オッケー。黒曜石3。じゃあ、戻って作りますか。あとね、ビーコンって、しっかりとした力を発揮するためには、鉄、ダイヤ、エメラルド、金とかのどれかをね、ブロックをいっぱい持ってないといけないんだけど、あんま持ってないんだよね。金とエメラルドはちょっと持ってるんだけど、そのブロックがどれくらい今ね、持ってるかによって、ビーコンのパワーが変わってくるんだよね。多分ね、一番まだレベル低いビーコンしか作れないと思うんだけど、早く作りたくてさ、今日は。スライムが雨のように降ってくるな、これ。よし。まあ、置くところは後で決めましょう。一回上で試しに作ってみればいいのか。それありだね。で、ビーコンって地下の一番下に置いた方がお得で、確かだけど、設置したところより上に効果がいくんだよね。だから、一番地下の深いところに置いとくと、一番こう上まで効果が得られると。ほんとマイクラって奥が深いですよね。昔もなんか地下に設置したのは覚えてんだよね。そう、鉄とかもな、あんまり、持ってなかったからな。普通だったら鉄ブロックいっぱいあればいいビーコン作れるんですけど、そもそも鉄をあんまり持ってないっていうね。さあ、まず、あー緊張するね、ちょっと。ネザースター。これウィザースターじゃないんだよな。ネザースター。これと、ガラスと、材料はね、こうですな。うん。いきます。あ、合ってるよな。確かネザースターを真ん中に置いて、黒曜石を下に土台で3個。あ、これやんなくていいのか、やんなくていいんだわ。
あった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 、いくらのマイクラは簡単だな。そう、昔確かこうやって作ったの、ほら、うわー、アクション、アクション、くしゃみが出ちゃった。はい、これです、ビーコンね。えなんかね、とんでもないすごいかっこいい名前かと思いきや、もうベーコンみたいなビーコンなんだけど、いきます、ありがとうウィザー、ビーコン取れました。でただこれだけじゃ機能しないんですよね。こっからなんだよ問題は。こういうさ、あの金のブロックとかあるじゃん、あの超ごついやつね、こういうのがいっぱい必要なのよ。いきます、できるだけ作ります。これ7個しか作れないの、これだけあっても。あと僕が持ってんのはエメラルドとかダイヤとかなんだけど、ダイヤはあんまりちょっと使いたくないからエメラルドにしとくか。ほら全然持ってないのよ、鉄とか。ただレベル1だったら作れるかな。もうないかな、お宝。うん、鉄とか持ってないのよね。ああ、ここに金あるじゃん。よし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 、現金、どうも現金です。おお、うわ、エメラルドって今こんな形なんだ。あれ、ちょっとこれレベル高くできそうじゃない？今24ブロックある。あれ9 12、あ、レベル2で作れるかもしんない。これ合ってるかな。でも間違ってないかな、大丈夫かな。一回ちょっと家の中で作ってみるか。シルクタッチとかついてるのはあるよな、大丈夫だよな。幸運さん大丈夫なはず。家の中のど真ん中でいくよ。まず確かね、1、2、あ、レベル1かな。なんかレベル1はこうやって9個置くんですよ、こうやって正方形にね、こんな感じ。これの真ん中に置くと、確かこれでレベル1のはず。これ確かこれは鉄ブロックとかでもいいんですよ。だからエメラルドはむしろ豪華っていうね。いきますよ、いきますよ。あ、で本当は上がブロックがないかガラスにしとかなきゃいけなかった気がするんだけど、一回置くね。せーの、今って音楽鳴るの。そっか、これ天井があるからダメなんだ。ちょっと待ってね、家壊すの嫌なんで今一旦外に持っておいてみるか。やばい、音楽鳴ってんじゃん。あ、音楽が消えた。すげえ、やべ、家掘れちった、やべ。あれ、ビーコンってこれで掘れる？え、これ壊れないよね。あ、大丈夫だ、怖いよ。あ、エメラルドブロック、あ、ちげえ、エメラルドブロックじゃねえや、スライムだわこれそのビーコンって明るくなるんで、暗い、今ちょうど夜なんで設置してみよう、嬉しいな。で、これをね、もうちょっとブランチマイニングとか頑張ってね、鉄とか金とかいっぱい集めればパワーマックスでいけるんで、じゃあこの辺にしてみようか、今度こそ。ほい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 、ほら丸を見とけやな、いくよ丸を。これがビーコンじゃん、ドーうわぁ、ほら最高高度までいってんだろこれ、やべえ、うわぁ、あー、え、これで俺効果ついてんの？え、これで効果ついてなくね？あれ、なんかポーション飲んだみたいにならなかったっけこれ、気のせいですか？あれ、ちょっと調べるかあれ、うわ、今、あ、そっか、これなんか入れなきゃいけないんだ、アイテムを。え、わかったぞ、これ触れるのか。うわ、すげえすげえ、そうだそうだ、こんなんあったな。あ、うわっ、あ、ほら、今レベル1だからさ、この大きさだから、このスピードと勤勉、掘る速さかな、これが上がると。で、レベル2にするとジャンプ力とか上がって、それ以上になると攻撃力上がったり、フルマックスだと回復量上がるのかな。なんかネザライト入れるみたいなのあるぞこれ。エメラルドでいい、エメラルド入れればいいかな。ほい、あれダメだ、鉄でいいのかな。ん、何このバツは。あ、これ選ぶってことか、スピード。ん、あ、あ、できたできた。あ、ほらほらほら、右上見て、右上ポーション飲んだみたいになってる。は、早い早い、これほら、ビーコンとかいっぱいもし作れば、ま、自分のさ、街の近くだったら常にこうやって早くできるんだよ、キャラを。嬉しい。これ速さ。うわ、レベル2にして。ただ足りないわ。レベル2だと、ブロック多分34ブロックいるんですよね。
10個足りないな、ブロックが。くそー、今日はここまでかな、ゾンビさん。俺早いよー。いくよ。ふい。ふい。余裕のスピード。はい、ねよ。いや、これ便利だな。でもね、一番ね、僕が昔いいなと思った効果は、ジャンプ力上昇なんだよね。自分のさ、街を建築するときとかに、ジャンプ力上昇ってすごいいいのよ。ね、クリーパーさん。俺すげえ早いよ。で、ほら、ちょっと離れても、範囲から離れても、しばらく効くんだよね、このビーコンの効果って。おい。ちょっと危ないな。あ、ちょっと危ない、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 危ない。ダメだ、ダメだ。あんたはダメだ。危ない。あ、これ火属性ついてる。あぶねえ。ひかくら。どっかに鉄ブロックとか俺なかったよな。なんか実はいっぱい持ってますみたいな。ブランチマイニングして。ウサギが生まれたな今。正直今のレベル1だったらでも地下に置く意味ないか。久々にここ来たな。うわ、すごいんだよ、ここ。ゾンビトラップのところね。ゾンビの肉一生分あるからさ。うわぁ、鉄とかないよなぁ。金。金一個。ねえわ、これ。あ、こっちもあるな。いや、ないに。はい。じゃあなんかレベル2にしてジャンプ力上げたいな。ブランチマイニングのところとかに鉄入ってなかったかな。ちょっと一回寝ようか。あ、ここにもシュルカボックス1個残ってんじゃん。整地したところ俺が。嬉しい。この中に鉄とかないかな。鉄はないんだよな。石炭はあっても。俺ここの政治めっちゃ頑張ったから、ここに新しい街作っていきたいよな。よし、おやすみなさい。おやすみなせう。おはようございます。朝日が気持ちいい。私は神だ。パシャ。いいね。あ、ウィッチさんじゃん。久しぶりだね、ウィッチさん。元気してた？ここでやろ。あ、なんか飲んでんな。なんか美味しいコーラ、それ。コーラかい？ねえ。あ、たくさんコーラ。くっかだな。はい、はい、はい。あ、なんかくれたじゃん。回復のポーション。これハードモードだから俺これ毒でこのままくたばるとかないよね。やめてね。あれ？スケルトンホースいるぞ、ここに。あらあらあら。この間の雷でここにも落ちてたのか。やべえ。あ、ボンタンだよ、そうだよ、忘れてたー。あ、ボンタンだよ、よ、あ、ボンタンだよ。僕毒食らってる。ウィザーじゃなくて、ウィッチの毒。もうウィザーがトラウマですぐウィザーって出ちゃう。え、でもこれラッキーじゃない？また、3代目どころかもう5代目、ウマオブラザーズってくらいの。つうか、この辺なんかカラフルな羊やたらいるな。これ家から逃げてるな、絶対。ちょっと回復してから行こう。いやー、賑やかだね。そっかそっか、前回のあの雷で、こっちにも落ちてたんだね。超ハイスペックな馬をいないかな。弓が今ないんだよな。持ってくればよかった。弓あればね、安全に倒せるんだよ。スケルトン、ホースのスケルトンって。この人油断してんな。後ろから行くわ。あ、やった！仲間割れ始まった。よし。よし、危ない。俺は馬は殴りたくねえからよ。よしよしよし。こっちはダイヤの強い剣なんだ。危ない。はい、これで、自爆させろ。よーし、これで喧嘩するからな。あー、やっちゃった。あー、危ない。あー、しよし。一瞬燃えてたぞ、馬が。よいしょ、オッケー。余裕のよっちゃーん。いい馬。お願いします。遅い。ジャンプ力は高いな、これ。この馬もジャンプ力めっちゃ高いっす。おい。ただまあ、伝説とまではいかない。この子は。おせえ。うわ、しょぼんしょぼいね、君ね、しょぼいね。君は？あ、おっそいって、これ乗ったさっき俺。あ、しょぼい。スケルトンホースってなんかさ、
超速いのいたんだけどな、昔は。あ、ジャンプ力高し、どれが乗ったか分かんなくなっちゃう。これはおっそ、全部ダメだこりゃ。な、エンダーマンさん、これダメだこりゃ。ただかっこいいからな。あ、全部ダメだね。まあ後で、あの、捕まえに来ますか。いや、全部ダメだね。ぶっちゃけあの、一頭だけ早いのがいてくれたらそれでいいんだけどね。さ、さりげなくブランチマイニングの穴に向かってます。でもね、鉄取れてたら俺全部家に持ってってるんだよな。頑張って鉄掘る？さ、会ってくれ鉄。ねえよな。この中で焼いてやる、焼いてやる、焼いてねえんだよな。本気で掘ったら鉄くらいちょっと取れないかな。本気で鉄掘ったことないからさ、いつもダイヤばっかり探してたから。鉄ねえな、お10ブロック分だからな、それも。インゴット。鉄ないね。あ、金。ブロックも変わったからな、昔と。金とかでもこれ頑張ればいけるかな。ちょっと頑張って掘ります。30分くらい掘ったらいけるかしら、これ。幸いこれもう昔掘ってあるから楽かもしんないな。金とかすら取ってないから、これ。村人とエメラルド交換しまくるとかの方がいいかな、肉とかあげて。いろんなことができるからな。ジャンプ力上がるとこまでなんかやりたくなっちゃう。あー、鉄あった。いや、これ結構地道な作業だな。ちょっと頑張って掘りまーす。いけるかわかんないけど、あと10ブロック分くらいだったから。なんか金が結構取れるな、これ改めてやってみると。うわ、持ち物がいっぱいだ。鉄もなんかこの新しくなったさ、ブロックになってなんかピンとこなくなったね。これどんくらい集めると何個になるんだっけみたいな。あっ、びっくりした、びっくりした。あんたはこの野郎、そう簡単に集まんねえわこれ。これで今ちょっとなんとなく頑張ったんだが、全然、あ、焼かなきゃいけないんだもんね、これ。俺これ初めてやる気がするんだけど、あんまやったことないぞ、これ。64がインゴット何個なんだ、これ。取れる量上がってたらいいんだけど、そんなことないよね。あれ？え、結構ちょろくね、これ。ちょろいかも。まさかの。あれ？あ、そんなに取れんの？鉄とかって。あ、高温で掘るといっぱい取れるようになったとか、そっち系もしかして。昔より楽勝になってる、これ。え、これ鉄、インゴット64個分ってこと？あ、いけるかも、今日で。やった！ちょっとこれ焼くの時間かかるんで、ちょっと待ちます。やった！さ、今ですね、10分くらいあれから掘って、一気にかまど2つ増やして焼いたんですけど、もう、あ、もう間もなくですね。すごいね、あの、昔と変わってさ、昔って鉄とかってさ、ブロックそのままポコンって取れてたんだけど、ああいうなんかさ、鉱石みたいになんかあの、変わったじゃん、なんか。これ、幸運3のダイヤモンドのツルハシで掘ると、めっちゃ簡単に集まんだね、これね。昔より簡単だよね。なんか、簡単に感じたんだけど、気のせいだったらすいません。ほら、一瞬でこれ、金ブロック10個とか多分作れるよ、これ。あ、余裕だ！経験値もすげえ取れるし。さあ、あとは？ま、いいか。これやっちゃおうか。ほら！余裕じゃん！あ、本気出せばこれ今日マックスにできたけど、まあまあ今日はいいでしょう。あ、まあマックスはね、とんでもない量なんでちょっと無理だな。いきまーす。ちょっと作っちゃいます。これ作るって言ってもさ、いつでも元に戻せるんだよね。これインゴットにね。おー、余裕じゃん！今のこれで3個合わせれば、33、38。超余裕だ、これ。まあ、これいっかじゃ持ってかなくて。やば。ちょうど。朝だし。やばい、ジャンプ力上昇すんの3年ぶりぐらいな気がするんだけど、2、3年ぶり？うん、3年ぶりぐらいか。ヒカクラ2では、ジャンプ力上昇の、ね、あの、ポーション機能みたいななんか、ポーションの効果みたいなのがね、得られたことは、ないですよね。てか、ジャンプ力上昇ポーションなんてないよね。陰踏んでんな。ジャンプ力上昇、ポーションって感じで、お前。いい陰の踏み方だな。馬王たちは野に放たれていますが、一匹乗ってくか。はい。あ、遅っ。よし。歩くスピードとあんま変わんねえな、これ。
え、この子ジャンプ力2ブロック分くらいしかなくね。ひっくやばいなこれ、君やばいよ君。おーほら効果かかってる。さ、じゃあどこで置こうかな。家の中とかにするかな。ひかくら一回じゃあ壊してトン。なんて贅沢なブロックの塊なんだ。ちょっとでも今度なんかブランチマイニングしてえな、がっつり。それでもまだまだ鉱石少ないから。今なんか自然と入ったね、あんた。すごいな、ここ。羊とスケルトンホースが仲良くやってます。平和だね。よし、では。あ、この辺に置けば空まで光行くよね。うわ、楽しみ、ジャンプ力上昇。そう思うとなんかエンダードラゴン倒すよりウィザー倒した方がめっちゃなんかこれいいよな、ビーコン作れるようになるって。あ、ちょうどこの辺だったらいいかな。え、うー、あぶね。この辺にするか、じゃあ一旦ね。さっきさ9ブロックで置いたじゃん。それの 5×5 で置くんですよね、まず。あれ、これ1段で混ざっても大丈夫だよね。 1,2,3,4,5。 あれ、俺計算間違えてないよね。5、あ、大丈夫だ。5、全部 5×5 で、多分ちょっと足りないから、金がここ鉄になっても大丈夫だよね。え、これダメとかないよね。で、これで先ほど同様こう、これでほら、あのなんか2段になったみたいな、わかるでしょこの感じ。だからパワーマックスにするにはこの下の段とかも必要になってくるのね。それちょっと今日は無理だけど、さあ行くぜ。レベル2のビーコン、3, 2, 1, ファイヤー。ほう、行ったっぽい。あ、これでこの中に跳躍きた。耐性とかもあんだ。そっかそっか、まだあと2段ぐらい必要なのか。いきますよ、跳躍。これじゃあ鉄を入れて、あ、かかってるかかってる、跳躍、ほら矢印出てる。いくよ、ジャンプするよ、せーの。あれ、こんなもんだっけ。あれ、あ、こんなもんだっけ。え、あ、ちょっと高いん、2段飛べる。え、2段飛べないの。え、跳躍ってこれだけだっけ。あれ、しょぼい。あれ、2段は、え、飛べてない。エリトラつけるととかじゃないな。エリ、あ、まさかこれ鉄だからしょぼかったとかある。エメラルド使ったら、頼むよ頼むよ、これが本当だよね。さっき鉄だからだよね。いくよ、せーの。え、あれ、あれ、え、しょぼくね。え、なんか 1.5 倍ぐらいの高さって感じ。こんなもん。ただこれビーコン下に設置したんで、ほら光が抜けてって、ガラスから。え、なんか大して変わんねえな。あれ、こんなもんだっけ。はぁ、これレベルマックスにすると跳躍力上がるっぽい。そっか、だからか、しょべえこれ。ほぼ意味ないじゃんこれ。まあ仕方ないか、あと2段だから。まだとてつもない量が必要なんで、じゃあちょっと今後ね、ブランチマイニングでもして、いつかビーコンフルパワーにしたいと思います。いや、でも今日ちゃんとね、レベル2まで作れてよかったです。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ。その他、私ヒカキン SNS やってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。そして今後のリクエストやアドバイスコメントもどしどしお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。